どうもこんにちは、ライバロリーです。本日から中ポケ禁止道ということでやっていくわけなんですけど、まあ、なぜこれをやろうと思ったかっていう理由は後に説明するとして、簡単なルールをまず説明すると、レート対戦における、ポケモンの使用率トップ50のポケモンを禁止してレートをやっていくっていう、それだけなんですけど、まあ、さすがに目標ないとあれなんで、目標はまあレート2000ぐらいいけたらいいかな。はい、そんな感じでやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっと1戦目カットしちゃったんですけど、対戦内容的にそんな面白くなかったんで、2戦目からやっていこうと思います。吉田さん対戦よろしくお願いします。まあ、基本的にそのどうやって50トップ50を、まあ、調べるかって話なんですけど、まあ、PGL データベースっていうサイトがあって、そこに、まあ、毎シーズンレーティングシーズン14の使用率トップ50のポケモンが並んでるんで、まあ、とりあえずそこに書いてあるポケモンは全部使用禁止にして、それ以外のポケモンからパーティーを組んでやっていこうかなと思います。相手これいわゆるナゴシパってやつですね。まあ、持ち物が同じだったらシャンデラがタスキで、アーゴヨンがスカーフ、カビゴンが回避組、無道ゴツメ、メガミミロップ、まあ、ポイヒグライオンだと思うんだけど、まあ、稀に型読み前提でなんか型変えてきてるやつもいるから信用ならないんだけど、まあでもミロカロスがめちゃくちゃ刺さりそうだな。アーゴヨンが悪だくみない方、まあスカーフ型前提だったらミロカロスの突破かなり困難そうなんだけど、まあミロカロスは出すとして、残りどうやって周りを固めていくかだけど、カビゴンとかいるからルカリオも割と出していい気がする。ルカリオミロカロスで、まあシャンデラがちょっときついか。ミロカロスで気合でいけるかな。ジバコルカリオミロカロスとかするか。シャンデラ若干怪しいけど。まあなんとかなるか。対戦よろしくお願いいたします。で、まあこの対戦動画シリーズ、まあ、週1か2本、まあ、上げていくと思うんだけど、まあ、基本的に同じパーティーで10戦ぐらいやって、まあ、そのうちの、ま、何戦かを動画で投稿しようと考えております。で、まあ、これは1回目で、まあ、こっちのムーンロムは全部これでやります。あ、てか、大事なこと言うの忘れてた。ルカリオ、あれなんだよな。使用率トップ50位以内に入ってるんですけど、まあ、ルカリオは基本的に20後半から30位以内には、使用率的には入ってるんだけど、まあ、ルカリオ抜いちゃったら、ライバロリじゃないってことで、まあ、そこだけは例外的に見逃してほしいというか、無道ジバコイルこれ出しがちなんで普通にボルチェンから入ります。グライオン、まあ、でもグライオンは出てきてからメザ氷で間に合うから、カビゴン、でここわざわざカビゴン投げてくるってことはグライオンの、選出切れるから、まあ、ルカリオでいいか。ここは素直にルカリオ投げてインファ、シャンデラがいるかどうかだな。まあ、相手の選出とりあえず見たいんで、ここ素直にインファ打ちます。相手のカビゴンに、まあ、こっちがこう変に交代読みで米パンとか打って、カビゴンに自信打たれてルカリオが落とされてもしょうもないので、まあ、今のところこっち側がサイクル有利だから、まあ、相手の裏を見れるんで、あ、無道か。無道はルカリオのインファ受かりません。まあ、多分この対戦シリーズ基本的に僕集中してやってるんで、まあ、普段の動画みたいな雑談を挟みつつの対戦じゃなくて、多分ポケモン対戦のことについてしか話さないと思うんですけど、よろしくお願いします。まあ、この鉄くずじゃこのルカリオのパワー受けれないと。そんな、偏僻なボディじゃこの拳止めれないぜということで、まあ、5つ目2回入っちゃうけど、とりあえずインファインファで無道を落としに行きますか。まあ、問題は裏が何かだよな。グライオンはおそらくいなくて、まあ、カビゴンからシャンデラに引いてこなかったところを見るとシャンデラもいないから、まあ、アーゴヨンか、ミミロップのどっちかだと思うんだけど、まあ、カビじゃない方が確実に出てくると思う。アーゴヨンですね。まあ、スカーフか、まあ、それを、その先入観を利用した悪だくみ型かわかんないけど、ルカリオはカビゴン用にまだ取っときたいので、まあ、一旦、ミロカロスに引きます。まあ、交代読みで悪だくみ積まれてそのままミロカロスが突破される可能性あるけど、まあ、ジバコイルが特性頑丈で切り返しが効くので、まあ、最悪、あ、OK、放射だったらまだいい。まあ、最悪悪だくみ積まれても、ま、切り返しが効くかなっていう考えでしたけど、ミロカロス、これは、火炎放射で火傷したのではなく、火炎玉持たせてたので、それで火傷しました。まあ、ここはカビゴンに引いてくる可能性あるけど、まあ、とりあえず凍える風で、まあ、悪だくみか、カビ引きか。まあ、でもカビゴンに引いたところで、カビゴンベースミロカロスってミロカロスが有利だと思うんだけど、こっちに黒い霧がなかったら、カビゴンが呪い永遠に詰めるから、まあ、カビが多分有利だと思うんだけど、呪いガン積みして、まあ、恩返しとかでミロカロス飛ばせばいいから。まあ、ただ、このミロカロス黒い霧あるから、まあ、呪いいくら積まれたところでリセットできるんだよね。その積み分を。まあ、だから今のとこ、てかまあ、8割型こっち側が有利だと思うけど、火傷していく。あ、正直この火傷はなくてもよかったっていうか、まあ、熱湯は多分カビゴンに対して10回ぐらいは打つことになってただろうから、まあ、そのうち火傷してたって考えると、ここで引いても後で引いても変わんないから、
はい、そういうことですわ。で、まあ、ルカリオを着地させて、まあ、勝てると思うんだけどな。ルカリオのインファで、カビゴン倒して、神速プラスラスターカノンでアーゴヨン倒して終わりだと思うんだけど、ここルカリオに下げます。火傷してるから地震飛んできたとしても、ま、耐えますね。吹き飛ばし？なんだこれ？え？吹き飛ばしなんだ？吹き飛ばし、地震、リサイクル、あくびみたいな型かな。その型を想定すると、アーゴヨン、スカーフってよりは悪だくみ型の方が、なんかありそうな気するけど。まあ、回復身で回復していく。まあ、これはカビゴンに対してどうやってルカリを着地させるかゲームだから、まあ、そこまで早送りするか。まあ、粘ってもめんどくさいし、さっさとルカリオに下げるか。いや、いけると思うんだけどな。ジバコイルの火力ラインとアーゴンの耐久ラインがいまいち分かってないから、あれだけど、メガルカリオの神速プラス、うわ、あくびはだるい。いや、あくびだりーな。いや、ルカリオ眠らせるわけにはいかないんですよ。いや、こいつは絶対にアーゴンに神速を打たないといけないから、ミロカドスに下げます。で、あくびが来ないタイミングでうまいことルカリオを着地させたいですね。よし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 。やっとあくびもらわずにルカリを着地させれたわ。多分早送りしてるから、見てる側はそんなにストレスに感じないと思うんだけど、まあ、僕普通に5、6分間ぐらいこのサイクルやってましたからね。この無駄な。で、インファイトで。まあ、アーゴヨンがインファ半減で受けれるんですけど、アーゴヨンはね、耐久に振ってなかったら、あ、オッケー。倒してくれるんだったらいいや。マゴはルカリオの適応力インファプラス神速が基本的に耐えないので、カビゴン倒して、あとはさっき言ってたみたいに、このメガルカリオの神速プラス、ジバコイルのラスターカノンで、アーゴヨンを倒せるかどうか。そういうゲーミングですね。いや、変なアーゴヨンやめてくれよ。純粋に CS 型のアーゴヨンであってくれ。なんかもうアーゴヨン稀に耐久ぶりいるんだよな。いや、マジで稀に。100匹に1匹くらいだけど。神速。まあ、ここまで入ったら多分いけると思う。悪だくみ、まあ、放射、まあ、悪だくみしないと相手勝てないと思ったんだろうな。まあ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 、ここの悪だくみはわかるけど、回復木の実とかあるかな。まあでも回復木の実発動されたとしても、まあラスカ圏内には入ってると思うから、神速、届かない世界があることを相手のアーゴヨンに教えていき、まあ十分すぎる仕事をして、まあ、この最初のね、この動画シリーズの一番一戦目でルカリオがここまで活躍できたのはいいですね。まあ無動カビゴン持ってって、ね、アーゴヨンもここまで持ってってくれたら、活躍量としては、バビレベルでしょ。ジバコイル。まあ、てか、だって相手のパーティー多分、あれだと思うんだよな。無動がステロ巻いて、カビの吹き飛ばしとかあくびで、ぐちゃぐちゃにして、アーゴンで悪巧みして全抜きするっていう、そういうパーティーだったと思うんだけど、まあ、最初、エアムドがその、ジバコイルに対してステロ巻かずに、まあ、素直にカビゴンに引いてきてくれたの、おかげでなんか割と、サイクル楽に戦えた気するから、まあ、そういう意味でもラッキーでしたね。対戦ありがとうございましたということで。はい。ということで、次の対戦行きましょう。次4戦目ですね。まあ、下亀2勝0敗になってるんですけど、まあ、実は3戦目もやってて、3戦目勝ったのに切断されたんですよね。これさっきと同じやつだね。さっきもトレーナーネーム3だったんだけど。あ、パーティー違うわ。あ、そう。だから、今のとこ実質3連勝してるってことで、まあ、これ4戦目ですね。対戦よろしくお願いいたします。まあ、最近よくあるやつか。あ、てか、ま、僕の今使ってる6匹結構欠陥があって、まあ、このルールで対戦動画撮るって決めた時に、まあ、とりあえず自分のボックスにある強そうなポケモンをバンバンぶち込んでパーティー作ったんですよ。まあ、だから結構穴があって、まあ、特に相手のパーティーで行くと気のガッサ。気のガッサマジ重くて、放置無効にできるやつ1匹もいないんだよな。まあ、だから出てくると思うんだけど、まあ、しょって、メガのどっちかか気のガッサの2択なんだけど、いや、あかんねえな。ズガドーンから入っとくと悪いか。まあ、目がどっち出てきても最低限の仕事できる。ガッサが出てきてもタスキまで潰せるってこと考えると、ズガドーンから入って。うん。タスキガッサを刈り取れる神速持ちの海流。いや、ラストミロカロスでいいと思うんだよな。バッシャー。まあ、多分リザ X だから、ミロカロスだと、まあ、グロスリザ X バッシャー。まあ、ミミッキュポリツーあたりまでワンチャン見れるから。
この3枚でいこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。あ、でなんでこれをやろうと思ったか説明してなくて、まあ、前シーズン僕そのワンシーズンで戦線ポケモン 対戦をやるっていう縛りで、まあ、やってたんですけど、まあ、正直あんまりねあれだったんだよな。終盤とかなんかもう機械のように対戦するだけで、なんかそんなにモチベーションとかに繋がってたわけでもないんですけど、まあ、じゃあなんでこれやるんだって話なんだけど、 X か激凛ニトロチャージから入ってきてくれるとありがたいな。このズガドンスカーフ持ってるからシャドウシャドウで飛ばせるんだけど、激凛から入られた場合は、まあ、こっちのズガドンのタスキを警戒するか、スカーフを警戒するかで変わってきそうだけど、まあ、僕のズガドンスカーフなんでニトチャから入ってきてくれるとありがたいけど、まあ、しっかりスカーフケアで激凛でもこれタスキだったら君のあのリザードンをシャドボシャドボで落ちてるからね。まあ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 。てかこれやばくね、海竜の神速じゃ倒せないから、まあ、ミロカロスから入って、あ、まあなんでこれやるかって話なんだけど、まあ、僕最近スマホゲームやってるんですけど、あのクラロワっていうね、でその関係でゲーム実況動画も結構見るようになったんだけど、なんかまあ初射ゲーだと結構ありがちだと思うんだけど、なんか無課金赤みたいな縛りでやってる人いるじゃないですか。でなんかポケモンで似たようなことできないかなって考えた時に、まあポケモンってその課金要素ないから、まあ1回5000円払ったら、まあ2年間は遊べるゲームなんで、まあそういう意味では子供に優しいゲームなんだけど、うん、まあ課金要素ないから無課金縛りみたいなのできなくて、まあどうしようかなって考えた時に、まあトップ50を縛るとかだったら、まあ課金で手に入れる強いあれとかを使えないのと一緒みたいな気持ちでできるかなと思ってこれでやってます。ちなみに、最初はトップ30までにしようと思ったんですけど、トップ30までだと結構サザンドラとかマリルリとかまだ残ってて、まあ、結構強いポケモンがまだ残ってたんで50まで下げましたね。まあ、ここまで下げてもなんだかんだでカイリュウだの、まあ、今使ってるミロカロスだの残ってるから、まあ、まあまあ戦えるポケモンは結構残ってるんだけど、まあ、少なくとも相手が使ってってるようなポケモンよりは、まあ、見ないポケモンが僕の手持ちには揃ってるかなって、考えております。よろしくお願いいたします。いやー、ただこれきついな。リザーは突破できるんですけど、まあ、多分キノガッサがいるんですよ。でキノガッサがな、まあ、ミロカロスその状態異常の時は特性不思議な鱗で、まあ、防御力が 1.5 倍になってるんだけど、まあ、さすがにキノガッサのテクニタネマは回数次第ではきついな。まあ来るよな、ガッサ。あと一匹ミミッキだと僕は予想してるんですけど、ちょっと種間2回2回2回頼む頼む、ここ風で頼む、2回2回2回、ま、ダメージ量が分かんないけど3発ぐらいまでは耐えそう。4発以上はちょっときつそうだけど、あー、まあ4発もワンチャン耐えそうだけど、いや無理か。あ、おっ、キョッキョッ、ナイス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 、あざっす。ここ風でこれでキノガッサとミロカロスの素早さ関係を逆転させていって、あ、おっ、キョッキョッ、ギリ半分入る。まあ、これ、次の凍える風耐えられるとかやめろよ。マッパは、まだ耐える。こんだけ HP あれば。まあ、だから、凍風でいい。いや、これマジでラッキーだな。完全に流れ来てるな。凍風で、キノガッサ倒して、ラストミミッキだったら多分、まあ、技外さなかったら多分勝てると思います。で、ガッサオツの、なんか1残ったね。あ、まあ別にどっちでもよかったんだけど、これは。あ、まあでも残ったら残ったでありがたいか。ミミッキュー。剣の前にされるのが一番嫌なんで、ここ黒霧とか打って雑に行きます。まあこれ、いいよね。なんか黒霧連打することで相手のミミッキュの剣の前を無効化できるし、まあ火傷で勝手に HP 減っていくから自主退場もできるとこは偉いと思う。まあここは相手影打ってきたから、そのままミロカロス落ちして、ガンプープラス飛行 Z でいけると思うんだよな。助けやガッサが持ってるから、まあ、このミミッキュが耐久ぶりなのかどうかみたいな、あとガンプーが当たるかどうかみたいな、そういうところがあるけど、素早さ110なんで、ガンプー1回入れればミミッキュを抜くことができると。まあ、あとは、俺たちの信じた海竜を、どっちだ？ゴースト Z かミミッキュ Z か。あ、ゴースト Z は OK。まあ、マルチスケール込みでしっかり耐えていって、ガンプーもしっかり当てていく。まあ、これ外してたらもうじゃれつく外すしかなかったから、終わってたけど。まあ、あとは、まあ、飛行 Z で飛ばせると思うんだけどな。まあ、ゴースト Z ミミッキュってエース型であることの方が多いから、耐久に振ってないと思うので、ファイナリング、ダイビング、クラッシングで。これで落とせなかったら、まあ、じゃれつくプラス影打ちで負けですね。まあ、じゃれつくかわすまであるけど、どうかな。オッケー！対戦ありがとうございました。今のところ4連勝だからめちゃくちゃ調子いいんだけど。おいおい、いやマジこれ切っただろ相手。
トレーナーレム3ゴミしかいねえな。この一戦前も切れられたし。自分を隠して犯罪行為か。許せねえよ、マジで。はい、ということで、まあ3勝0敗なんですけど、さっき切断された分が反映されてないので、まあ実際は4勝0敗ですね。プータローさん対戦よろしくお願いします。まあ、こっちのレートが低いから、相手のレートが1700超えてると、かなり高レート見えてしまう。まあ、あと、キノガスタやめてください、本当に。ま、さっきも言ったんですけど、キノガスタ辛いからやめてください。初手どうしようかな。キノガスタに弱いポケモンから入りたくないんですよね。なんか一方的に奉仕でボコられるポケモン。まあ、だから、それ考えると、キノガスタに最低限抗える、まあ、ルカリオ、ズガドーン、カイリュウ、この3匹のうちのどれかから入りたいんだけど、まあ、カイリュウかな。カイリュウから入って、ズガドーンも全体的に刺さってそうだから出して、まあ、ビーストブースト込みで全抜きも期待できるので、ラストは、まあ、グロス、バシャーもランドロスに強いミロカロスでいいかなと思うけど、これだと若干ボルトロスが重いな。ボルトロス考えるとホルードは戦室に挟んどきたいけど、まあ、最初に出していきたいって考えたポケモンがこの3匹、ビビッときたポケモンがこの3匹だから、まあ、でもホルードとか挟んじゃうとなんかどうしても重いポケモンが出てくるから、これでいいと思うんだよな。まあ、さっきも言ったけど、これだと結局ボルトロスが重いみたいなとこあるから、解決はしてないんだけど。はい、ということで、まあ、迷ってても仕方ないんでね、とりあえず行きますか。対戦よろしくお願いいたします。まあ、最初5連勝で飾れたら、マジでめちゃくちゃでかいね。まあ、ぶちくそ勝っていきたい。こちら初手海竜、相手の初手キノガスタと予想してるけど、ポリゴン2はやばい。てか、ポリゴン2重いな。来んのか、ポリゴン2。いや、ルカリオ連れてきてないし、いや、ポリ2きついな、戦術的に。ただ、海竜だとポリゴン2、まあ、マルチスケールも取られたし、絶対勝てないから、まあ、ここはミロカロスに下げるんだけど、毒々飛んできたら終わりですね。まあ、デンジャーとか、レイトビームはまあ許せるんですけど。ポーン！ミロカロスのモノマネ。ホーディン。まあ、これは麻痺ってもまあ最悪許す。麻痺らない。引いてくるとしたらボルトか、キノガスタ。ポリゴン2引っ込めた。ってことはまあ打点あるポケモンだから。いやー、きついな、これ、サイクル的に。ホリュード連れてきてないのミスか。ホリュード畑落とすあるんですよ。まあ、だから、畑落とす考えると、ポリゴン2にも結構強く出れたし、ボルト相手が出してきてるんだったら、いやー、出し毒だったな、ホリュード。ちょっと、まあ、戦術負け感はあるけど、まだ諦めずに頑張っていこうと思います。まあ、ここは電気技読みで海竜に下げて、海竜は特防は結構高いから、ボルトの10万プラス、いやでも無理か。10万プラスメザ氷。いや、耐えねえな。電気 Z プラスメザ氷は。ライトリングボルテックス。だこうなってくると、マイクの裏が何か分かんないけど、うまいこと図が出んで、ビースティングブースティング狙って、まあ、全抜きを狙っていきたいけど、新速でいいかな、ここ。巻いて、こっちの海竜のコナリハチマキとか警戒したら、ポリゴン2に回してくる可能性はあるけど、まあ、ポリ2に丸付け取られるだけなんで、まあ、ここ交代読みで飛行 Z とかも打つ意味ないから、まあ、一回素直に新速打ちますか。まあ、引くよな。ハチマキ考えると。まあまあまあ。まあまあ、これ読んだところであんま意味ないから、まあ、一旦素直に動きまして、ボリツ引っ込めたボルトロス、いやーきつい。これサイクル的にどう考えてもきちい。勝てなくね、これ。いやー、相手だってミロカロスに一生ボルトロス投げとけばいいもんな。ただミロカロスここで切っちゃうと、まあ多分ポリゴン2で積むんで、ちょまだ切れないから一旦怪獣に下げて、10万ボルト耐えねえから、なんかバグで。バグで耐えてくれないかな。頼むよ、海竜。俺たちの信じた海竜、お前の耐久力を見せてくれ。電気 Z の丸付け込みでこのダメージだから、耐えそうだけどな。耐えたね。まあ、耐えたけど、うわ、引いてこないでほしい。新速一発入れたい。やめてやめて。ポリ2に引いてくるんですよね。いや、鬼きつい、これマジで。あー。これなんか、新速プラス飛行 Z で飛ばせねえかな。無理かな。いや、無理だよな、さすがに。いや、無理ですね、これ。飛ばせない。急所だったら倒せるけど、さすがに急所。あー、いや、まだ早いな、急所に願うのは。神に願うのはまだ早い。まだミロカロス出して、まあ、これは俺の選出が悪かったから、まあ、仕方ない。ポリゴン2がゴミっていうより、
僕の寝室が悪かった。まあ、てかなんかさっきさ、トレーナーネームサンゴミだなみたいな話したけど、冷静に考えたら僕トレーナーネームムーンだから、さっきの対戦相手のことをバカにできなかった。お、やけどは結構でかいかもしれない。ほうでね。まあ、相手のラスト次第だよな。ここでやけどしてくれるんだったら、なんかまあうまいことズガドンのビーストブーストで詰めていけそうな雰囲気もあるから、まあこれはでかい。とりあえず自己再生で粘りますか。ポリゴン2引っ込めてくる。ボルトロスが出てくる。海流切りですね、これ。まあ、多分、まあ、相手からしたら、こっちの交代変に読む必要ないから、10万ボルト打ってるだけで負荷かけれるし、まあ、散々ここまで僕、ホルードとか磁場コイル投げてないから、まあ、いないのも相手にバレてる。ラスト1匹、いやでもルカリオいないのもバレてるような、この立ち回り。ポリゴン2にルカリオ投げるタイミングいくらでもあったもんな。まあ、相手のラスト予想するか。ホルト、ポリ2でしょ。ルカリオ重くね。あ、てなると、ランドロスとかなんかな。ルカリオ重いよな、ポリ2ボルトだと。うん、インファウ系がいないから、ここでズガドン投げます。いやー、ここ突っ張ってきてほしいな、ボルトロスに。ビーストブーストマジで発動させたい対面だから。まあ、でもビーストブーストしっかりケアしてくる人だったら、まあ、交代してきそうだけど。うわ、ケアしてくる人だったー。ポリ2かな。いや、これいけないか、やけど込みで。何のためのやけどか、そのためのやけど。トレース。まあ、ビーストブーストは取られてよくて、放射。ここでビーストブースト発動できて、相手のラスイチがグロスとかだったらそのまま押し切れる。固くね、こいつ。バケモンでしょ、このオマル。このピンクオマルポケモン。頭おかしいだろ、こいつ、マジで。いい加減にしろ。火炎放射。まあ、再生だよな。これ、急所当てるしかねえか。自己最大相手粘ってくるよな。急所、急所でこれ。あ、放電、相手放電甘いじゃない、ここ。ああ、まひらなかったらいけ、ワンでまひっとんじゃ、こいつ。このてるてる坊主。お前。てるてる野郎、お前。いや、でもしゃあない。なんか、ここまでの対戦結構、キノガサの種間の回数とか、運良かったから。あんま本気言えねえな。うん、神は平等理論に基づくと、そろそろ引いてもおかしくなかったもんな。ビーストブースト。なんかバグでさ、こいつズガドンスカーフ持ってるんですよ。相手のボルトロスが耐久ぶりとかだった場合、ワンチャン麻痺っててもボルトロスより早い可能性が。あー、バシャーもか。バシャかまあこいつスカーフで火炎放射しか打てないからさすがに引くか。ズガドンに対して飛び急ぎで打ってこねえだろ。フレアドライブとかかな。まあ、フレドラで落ちるだけの HP なんで、ミロカロスで、まあ、耐久も上げてるから、まあ、バシャーモの攻撃は耐えれそうで。でも、まあ、そう考えるとワンチャンあるな。ズガドーンがボルトロスより早かったらまだ、ワンチャンあるから、ちょっと諦めずに行くか。感知。交代読みですね。うん。感知。ただ、まあ、不思議な鱗ミロカロスでしっかり耐えていって、次の雷パンチ怪しい。耐えるかな。ミロカロス、その、自己再生覚えてるじゃないですか。まあ、自己再生も覚えてるポケモンを使ってると、必然的に耐久の対戦になるから、まあ、どうしてもなんか対戦動画が間延びしがちっていうかね。まあ、それにしてもなんか今までにないぐらい、ここ最近では今までにないぐらい対戦においての解説をやってるけど、大丈夫なんかこれ、飽きられないかな。僕のポケモン視聴者はヤープしかいないのに、ここまでポケモンの話しといて、ついてこれてるやついるのかな。これどっかでボルトロスに引いてきそうだな。なんかボルトに引くタイミングで効果ゼとか打ちたいけど。やべえ、相手迷ってる迷ってる。雷パンチ連打から、ラストボル、うわぁ。いや、ここ効果ゼ打ててたら強かったなぁ。いや、まあただどこのタイミングで引いてくるか難しいところだから、まあしゃあないよなぁ。いやぁ、きついこれ。いや、きついけど、まだワンチャンある。まあ、これもう僕が交代できないんで、ズガドーンで受け成立してないから、まあ、一発ここ風打って、なんかボルトの10万ボルトを割と余裕持って耐えれたりしたら、ワンチャンありそうだけど。ああ、でも耐えたね、しっかり。ミロカロス強くね？こいつ。こいつなんで使用率ランキング83位なの？強くね、こいつ。ここ風。まあ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 、しゃあない。ミロカロスは十分頑張ってくれた。やけどで落ちて、まあ、あとはズガドーンでどんだけ詰めていけるかで、いやでもね、雷パンチだったらなんかワンチャン耐えそうなんだよな。ズガドーンに対しては、フレアドライブと雷パンチ、まあ、フレアドライブの方が入るんですよ。雷パンチの威力が90、あ、95じゃねえ。75か。75で、
フレアドライブが180の半減で、まあ、90なんで、フレアドライブ打ってきた方が技の打点的には高いんですけど、なんか相手がバグって雷パンチを打ってきてくれたらズガドンがワンチャン耐えて、さらにビースティングブースティングで特攻が上がってるからシャドーボールでバシャーモンを倒してくれるみたいな展開があっても、良くないか。全然、絶望的状況から、てかこの選出だったらマジルカリオ出しとけよかった。マジか。マジか、魔法少女マジかマジかって、自信おわおわりでーす。ワンチャンないでーす。あー、初負けですね。まあ、まあ、しゃあないかなって言ったところ、今までよく頑張ったよ。まあ、とりあえず、残り5戦、頑張っていこうと思います。